モデルプレスイコール2024年6月17日、13人組グループセブンティーン、セブンティーン、の DK、ドギョム、が6月17日、自身のインスタグラムを更新。爽やかな黒髪短髪姿の自撮り写真を投稿し、反響が寄せられている。写真、セブンティーンドギョム、黒髪短髪にイメチェン。 ドギョム黒髪単髪姿にイメチェンこの日 DK は前髪ありの黒髪単髪の自撮り写真を投稿3月20日に金髪にイメージチェンジした姿を披露していた DK はその後3月30日から4都市8公演で開催されたスタジアムツアーセブンティーンツアーフォローアゲインに出演しツアー期間を終えた後は金髪から暗めの茶髪に戻したことが話題となっていたまた セブンティーンは6月16日、韓国の新川英州島、インチョンヨンジョンドのインスパイアエンターテインメントリゾートにて開催された、2024ウェバースコンフェスティバルに出演し、2日間にわたって開催された同イベントの大取りを務めた。DK はこのイベントの際に黒髪短髪の爽やかなビジュアルを披露しており、世界中のファンから注目を集めていた。ドギョムの黒髪に、 破壊力やばいと反響この投稿にファンからは、黒髪ドギョムの破壊力やばい。黒髪ドギョムさん可愛い,い。ほんとかっこいい。半年で金髪、茶髪、黒髪を見せてくれるドギョムさんは天才的なアイドル。黒髪ドギョム控えめに言って最高すぎる。So beautiful. アマゼックなど、世界中から反響が寄せられている。モデルプレス編集部。